おはようございます、こんにちは、こんばんは、パペッティア続きをやっていきましょう。はい、前回は、まあ、なんだっけ、チキン将軍をね、倒して、時の大時計、月の大時計まあ、大時計をね、守ってるというか管理してた、ミスターピンクをね、助けようとしたんですけど、まあ、その直後にね、その直前って言った方がいいのかな、助けようとした直前に、モンキー将軍が出てきて、時計を止めちゃったんですよね。時計を止めちゃったっていうか、まあ、その、悪夢の時間、子供たちが悪夢を見る時間の、針に時計を止めてしまったっていう感じかな。うん。まあ、それで、まあ、どうなんだろう。この先ね、子供たちが悪夢にとらわれてしまう状態になってしまうと思うんですけども、それをなんとかね、打破できる手段があるのかどうか。まあ、ドラゴンが出てきたんで、とりあえずそのドラゴンと戦うことになると思うんですけど、まあ、やっていきましょう。はい。さあ、空太郎の物語へ。はい。天空を自在に駆け巡る竜は、暴脈な独裁者に逆らう者たちを空から攻撃する任務についていました。さらに神秘的な力を持つ竜は、毎晩地球へ飛び、眠っている子供の魂をさらう役目も担っていました。あ、そうなんだ。そう、我らが空太郎もドラゴン将軍に魂を奪われた被害者の一人だったのです。あ、ムーンベアキングが呼び出してたわけじゃないんだ。そして今、アマかける竜は未だかつてないほど多くの魂を奪い去ろうとしていました。なるほどね、竜はそういう役目があったんだ。ドラゴン将軍は地球へ通じる天空の扉を開き、子供たちから魂を抜き取ってしまいました。ドラゴン、早くその魂を持ってこい。なんて途方もない量の魂だい。ムーンベアキングが食べ尽くしたらとんでもないことになっちまう。月だけじゃなく宇宙の支配者でもなるつもりかい。まずいよ、このままじゃ手遅れになっちまうよ。空太郎、早く食べるんだよ。ドラゴン将軍は大量の子供の魂を抱え頭上を飛び去っていきました。空太郎は助けたミスターピンクの背中にまたがると、ピカリナと共にドラゴン将軍を追いました、うん、そしてどうにか追いつくことに成功したのです。何としてもこいつを止めるで、空太郎。よし、オッケー、よし、行くぞ、頼むぞ、行くぞ。おう、暗雲立ち込める空、黒の城へ向かってドラゴン将軍がまっしぐらに駆け抜けていきます。その竜の背を空太郎を乗せたミスターピンクがかすめ飛んでいきました。一つ言っておかねばならないことがある。なんだ。私は月の女神の代理人にして、時の国の大時計の番人、夢の時間の管理人、つまりは学級の都なのだ。今こうして君を乗せて飛んでいるのはあくまで非常時の金。おお、やっと静かになったで。あのまま話し続けられてたらかなわんからな。相変わらずドラゴンの背びれを飛び越えて、ミスターピンクはさっそうと飛んでいきます。矢のように放たれる稲妻を避け、ライオンの放電をかいくぐり、揺れ動く竜の背を駆け上がり、うん、雲の上へ。よし、そう、頼むぞミスターピンク。おお、なんだ、気球でジャンプや。よし、ミスターピンクは羽もちぎれんばかりに羽ばたきました。一体何が彼を駆り立てるのか。ムーンベアキングに大時計の針として利用された怒りか、あとは強い責任感からか。単なる成り行きに決まっている。私は大時計の管理人であって、被害に対する責任は追いかねる使用者による責任だ。なんでだ。
乱れ落ちる落雷にも負けず、ミスターフィンチは己の罪を償うために飛び続けたのです。っていうか、最後まで言わせてくれない。いや、なんか絶妙なところに。ドラゴン将軍は数多くの子供の魂をその身にまとわりつかせ、ムーンベアキングの元へと月の空を駆け抜けていきました。あ、ミスターピンクヘッドがないんだか。あ、なんかっていうかさ、ミスターピンクが喋ってる途中のところになんか加速装置じゃないけど加速アイテムがあるからさ、最後まで言わせてもらえてないんだよね。急ぐや、早せんと世界中の子供の魂が食われてまうで。よし、そう、これが精一杯というのが分からんのか。私の体は早く飛ぶようにはできてはいない。まあフラミンゴだね、見た感じ。よいしょ、できるやよいしょ、よいしょ、頼むぞ。ミスターピンクの体内で唐辛子のカプサイシンがホットに燃焼をしていました。あれってタバスコなんだ。なんだろうと思ったけど、ハートをキックする強烈な刺激でミスターピンクは何度も加速を続けました。死ぬ、死んでしまう。つむじ風に巻き上げられた先は雷雨でした。風太郎はゴーグを切り裂いて進みます。あ、そういうことか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、どうだ。大時計の影響か、ドラゴン将軍の力か、はたまた天変地異か。地平線の彼方に連なる火山が次々と、ごついのが降ってくるで。あ、気ぃつけ。ちょっと遅い。よいしょ、行くぞ。ドラゴン将軍は数多くの子供の魂をその身にまとわりつかす。大時計の影響か、ドラゴン将軍の力か、はたまた天変地異か。よいしょ、地平線の彼方に連なる火山が次々と噴火し、火山弾が上空から激しく降り注ぎました。スピードを上げ地球を飛び越え、風太郎は火山噴火を切り抜けました。切り抜けたのは私だ。雨を切り、雷を下げ、空太郎は嵐の空を抜けていきます。上か、よし、よし、とにかく雲を抜けるんや。目標もなく進むなど全くもって信じがたい行動だ。まさしく雲をつかむような話ではないか。念のために言っておくが、念のために言っておくが何でしょう。これは何で？チキンヘッドかな？ないんだよな。っていうか、ちょっと前回思ったんだけど、入った。前回思ったんだけど、そのなんだっけ、ミスターピンクの声って。バックトゥザフューチャーの毒の声じゃない。竜の胴は雲に何重にも絡みついていました。気のせいか。よいしょ、危ねえ。噴火活動はいよいよ活発になり、巨大な火山弾が雲を貫通し粉砕していました。うわぁ、ドラゴン将軍の巨体は長くどこまでも続いていました。いろんなものが邪魔して追いつけへんのや。おお、ちょっとそれは、いや、あれは取らない方がいいタバスコだったか。とにかく雲を抜けるんや。はい、お、目標もなく進むなど全くもって信じがたい。まさしく雲をつかむような話ではないか。よいしょ。っていうかタバスコ食べせ、強制的に食べさせられるっていう。竜の胴は雲に何重にも絡みついていました。よいしょ、噴火活動はいよいよ活発になり、巨大な火山弾が雲を貫通し粉砕していました。さっきのタバスコ取らないようにしないかな。ドラゴン将軍の巨体は長く どこまでも続いていました。いろんなものが邪魔して追いつけへんのや。よいしょ、
ちょ、あれ、ちょ、それはひどい。今回相当難しいな。痛い、ちょっと竜の胴は雲に何重にも絡みついてる。とにかく雲を抜けるんや。目標もなく進むなど全くもって信じがたい行動だ。まさしく雲を掴むような話ではないか。念のために言っておくが、おーよし、竜の胴は雲に何重にも絡みついていました。てか竜って結構すごい力持ってると思うんだけど。噴火活動はいよいよ活発になり、巨大な火山弾が雲を貫通し粉砕していました。なんでムーンベアキングの言いなりになってんだろう、ね、ドラゴン将軍の巨体は長くどこまでも続いていました。いろんなものが邪魔して追いつけへんのや。あぶね、噴火はさらに激しくなり、空が壊れ天が落ちてきそうなほどでした。このままやと切れないわ。クータロー、適当にドラゴンの体を叩き捨てれ。よし、せや、そのままぶった切ったれ。ひどい。おお、最強の呼び声も高いドラゴン将軍が尻尾を切られ、ついに風太郎に向き直りました。黙っとるわけにはいかんの。わしも月の暴れ竜呼ばれた男じゃけん。何弁だっけ。れら、この始末どがするんじゃ。左から来るで。左、おお、よいしょ、こうか。なんか書いてある。舐めたらあかんで、太陽の娘に火の玉なんか聞くか。いや、あなたには聞かないと言ったらけど。爆弾？なめたまねし腐りやっていい。やったで。お、よし、お、行くか。ドラゴンの口から吐き出される火の玉を避け、刃のような鱗をかいくぐり、雲の上で英雄は戦い続けました。あ、これ雲の上なんだ。よし、あ、危ねえ危ねえ。お、よし、なめたまねし腐りやっていい。ええ、で、クータロー、あと少し。てか、なんで関西弁なんだろう。よし、オッケー。今のところ、あ、行ったそばから。なら叩き潰しちゃう。で、ダメージ。簡単なのか難しいのか。よいしょ、左から来るで。左、なんぼのもんじゃい。なんぼのもんじゃい。ちまちま面倒じゃ、吹き飛ばしちゃう。おお、第2段階。逃げよったで。あいつの胴体切って追いつくで。おっしゃ、任せろ。鋼よりも硬い胴を狩りバスで切り裂き、クータローはドラゴンを追いかけました。よし、よし、おお、どう、おお、うん、危ない危ない。さすがドラゴン、一
一筋縄ではいかないね。よし、しつこいな。なめや、偉そうなこと言うて空太郎から逃げんな。卑怯やないか。ムーンベアキングの親父から頼まれた大事なしのぎがあるけんの、こいつを城まで運んだら遊んじゃるけ。まっ、頑張るもんじゃい。この体引きずり下ろしたれ。ああ、もう少しや。あぶね。ああ、デックがたくさんいるの。やばい。なんかヘッドないのか。この野郎。よし、あ、ラッキーラッキー。踊れや、いい加減にせえや。あなたが。よし、またや、尻尾切って逃げるんは竜やなくてトカゲやろ。ドラゴンの巻き起こすライオンを一気に切り裂き、クータローは天空を駆け抜けました。てか、どん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 胴体切れていってるけど、理由的には大丈夫。コンソラはわしの島じゃ、旅の門の風下には立てんの。ヨタマの次は直接炎を受けよった。せっかちのやつやで。おお、危ねえ、危ねえ。なめたまねしくたれやって。どっさんや。あ、そういうことか。そうだ、はい、あ、そのための炎だったんだね。オッケーオッケー。うわあ、もうなんで、おお、危ねえ。せめて、ああ、もうなんでそういうことするかな。いや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 、そ、登ったら当たるって、それ卑怯でしょ。どういうこと。コンソラはわしの島じゃ、旅の門の風下には立てんの。ヨタマの次は直接炎を受けよった。せっかちのやつやで。よし、おれ、どうすんや。任せろ。なめたまねしくたれやって。よし、もちろん。さて、あ、てか煙も切れるっていう、すごいすごいハサミ。バーがボロボロになったで。なんぼるもんじゃい。なんぼるもんじゃい。どっさんや。えい、あ、落ちた。もう一回か。あー、もうめんどくさいな。ちなみに今日、あの、まあ別に大した話ではないんですけど、今日、あ、腹の一つや二つ覚悟の打ちじゃ。あの、この収録日ですね、ちょうどクリスマスなんですよ。腹の一つや二つ覚悟の打ちじゃ。腹の一つや二つ覚悟の打ちじゃ。おお、まあね、あいつの体はボロボロや。もう少しやで。ケイ、雲を切り、雷を飛び越え、クータローは行く。ドラゴンと決着をつけるために。雲が途切れとる。クータロー、
お、光のさんありがとう。よし、そこ。え？近づきすぎてもうた。こんちびすけ。あ、いたいた。覚悟せや、わりゃ。わりゃ。お？痛い。コタロー、ここは逃げ場があらへん。上へ逃げるんや。はい。うわー、ちょっとそれ。難しくなりすぎでしょ、一気に。よいしょ。うわあ。うん。ちょっ。逃げ。うわあ、危ねえ。追いかけてきたで。お。ああ。おお。あ、連打連打連打。うお。やっほー。ずっと言ったね、クータロー。おっしゃ、任せろ。取ってきた踊りがわしに通用するか勝負じゃ。おっしゃ、任せろ。まず近く、こうがあったら奥の手じゃ。わしの稲妻くらえや。近く、なんだ。おお、カリバス、雷の力を存外やるの。まあな。じゃが、親父から預かったムーンソンじゃ渡せん。これで踊るの冒険も地球もおしまいじゃ。ちょ、待たんかい。え、なんやねんな、散々好き勝手やりおって。うちの我慢ももう限界やで。ある一クータロー、あんたは月のヒーローなんやで。お、あんたならできる、頑張るんや。なんじゃ。お、近く。クータロー、次で蹴りつけようやないか。おっしゃ、いざ勝負じゃ。近く。見事。ありがとう、ピカリナさんの応援のおかげで。やったで、やったったで。クータロー、やっぱりあんたは月のヒーローや。激戦の末、小さな勇者は悪しき竜を滅ぼし、子供たちの魂を解放しました。クータロー、ムーンストーンや、結構でかいで。きっとあと一つで完成や。残りはモンキーのやつやから楽勝や。どういうことやろ。ドラゴンは倒したんやで。もう遅い。地球から月への門は開いたままだ。あとは時間の問題。ムンベアキングの仕事か。ムンベアキングはかつてないほどの力を手に入れつつありました。そんな、クータローが苦労してドラゴンを倒したのに。無駄や、まだ諦めんのは早いで。まだうちらには月の女神班がおる。え、ムーンストーンを元に戻したらきっと女神班が復活する。こうしたらあんなクマコウなんていてもうたろう。落ち込んでる場合やないで、クータロー。最後のムーンストーンをモンキーから取り戻すんや。よし、そうだよ、女神が復活するんだ。だから早く集めるんだよ。それでも勝つのは難しいんじゃないかにゃ。ムーンストーンを集めたら、クータローは家に返した方がいいにゃ。何言ってんだい、バカなこと言うんじゃないよ。クータローは最後の希望なんだよ、私のね。お、何をするんだよ。お話したら、あ、俺の邪魔をするのももう終わりだ。魔女は、これは大変なことになったにゃ。ドラゴン将軍を倒し、ムーンストーンを残り一つまで集めたクータロー。
しかし空太郎を陰から支えていた魔女は囚われ、ムーンベアキングは多くの魂を犠牲に凶悪な力を手に入れつつありました。あ、いいやんだけ弾き出された。あー、結局、まあ、月の魔女の正体は今回まだ分からなかったね。クータローはカリバスと共に恐ろしい怪物を倒し、閉じ込められていた子供たちの魂を救うことに成功したのでした。クータローに助け出された魂が地球へ帰っていきます。このステージはクリア。ん？うん、したね。オッケーオッケー。で、ここでもう最終決戦か。いやー、長いね。黒と白の月。いやー、ピカリナさんの助けも得て、なんとかドラゴンは倒したけど、最後はモンキーとムンベアキング。結局ムンベアキングもね、なんでそんなこと今みたいなこう悪いやつになってるのかっていうのがね、分かりそうだし、その魔女の正体だったり、まあ、その月の姫様、女神様がね、あの復活できるのかどうかっていうのも、まあ今後のあれになってきますね。まあ、今日あのこの収録日がね、まあ、先ほどちょっと言いそびれちゃったんですけど、クリスマスなんですよ。まあ一人でね家に引き、まあ先ほどちょっと仕事から帰ってきて、あの一人でね寂しくねこんな実況なんて撮ってるんですけどもね、皆さんあのいいクリスマス過ごせたでしょうか。まあ令和元年の初の、クリスマスということでね、いやーケーキすら食べてない。じゃあ今回はここまでにしましょう。まあちょっと早いけどね。それではお疲れ様でした。